ギフト企画と知り合いの動画投稿者を紹介しています。この丸いのが2体隠れていますので、見つけてギフトをもらってってください。まあ、詳しいことは概要欄をチェックしてください。皆さんおはっつん、久々の動画です。普通に体調崩してた。今もう鼻水止まらないんだけど、さすがに動画投稿しないと僕の存在忘れられちゃうんで、動画撮っていきまーす。もうこのアイテムショップ右下のクリエイターサポートはもちろん DETTUN、 このね6文字を打って決定を押してください。ポチッとね。今回はね、無限 XP を紹介していきたいと思います。あのクリエイマップのやつですね。ほんといつものやつですよ。今回は海外の人が紹介してたマップを1マップかな、まあ1マップだけ紹介していくんだけど、そのね1マップの中でもめちゃくちゃ経験値稼げるんで、まあそれをね全部紹介していきたいなと思います。ほんでね、今回紹介していくマップのコードはこちらです。ドン5905801467307の後にV11、 こちらですね。 DR Fire FFA All New Guns、 こちらやっていきます。このマップね、前も何回かやったことがあると思うんだけれども、またね新しい経験値の稼ぎ方、てかこのマップだけで何本あるんだろう、めちゃくちゃあるんだけどね。まあ、それをねなるべく全部紹介できてんのかな。まあほとんど紹介していきたいと思います。さてここやってきましたらね、左側に XP を授与するっていうのを確認してからゲームスタートねやっていきましょう。よいしょと。はい、でここにやってきましたらね、まずこの目の前に黄色い台と赤い棒があるじゃないですか。これまずこれを押してください。でここの文字を全部消して TEDTUN 風です。このね TEDTUN という6文字を打って決定を押してください。まあ、これをやることでね、経験値をねもらう準備が完璧になったということで、まあ、今のをねやりましたらね、このね 1V1 の会場に飛んでいきましょう。よいしょ。で飛んでったら、よいしょ、右側にねこうやってね車がいっぱいあるんですよ。いっぱいじゃねえな、6台あるんですよ。まずはねこのね車の方に行きまして、まあ何でもいいんで、どの車でもいいんで乗ってください。よいしょ。でこの車に乗りましたら、よいしょよいしょ、リスチのね下にねこの緑の空間があるんですよ。これリターンバックって書いてあるんだけど、この中ね普通に入っていくとこのねリスチに戻されるんですよ。あーすごい車邪魔、上にあるねリスチにね戻されるんですよ。ですけどこのね車のまま入っていくと、このねリスチに戻されずにこのね緑の空間なんか入れちゃうんですよ。なのでこのね車に乗りながらこのね緑の空間なんか入ってってください。で入ったら降りる。よいしょ。こうやって降りて左側、ここだね、ここ左の端っこで、ここでエモートをするらしい。よいしょ。そうするとね、さっきのところ戻ってきて、これでね経験値がもらえます。これすごくない？これめちゃくちゃもらえるんよ。これなんぼもらえてる？あすごいすごいすごい。ええレベル上がっちゃうんじゃない？もう待って、もらえすぎもらえすぎ。あレベル上がった、1レベル分以上もらってる。今のでじゃあもう8万から10万 XP くらいもらえてるわ。あそんなもらえるんだ、びっくりした。とまあね、今のをやるだけでとりあえず1レベル上がります。まあでもこのねもらえる経験値量っていうのは人によってねバラバラなんですよ。そう、僕の場合は多分ね久しぶりにフォートナイトやったからめちゃくちゃ経験値がもらえてるだけであって、みんながでもね多分ちょうど1レベル上がる分くらいしかもらえないとは思う。まあ、一応試してみて、めちゃくちゃ経験値がもらえることは確かなんで、皆さんねぜひともやってみてください。でねこのマップね、まだ経験値の稼ぎ方があるんですよ。またねこのね 1V1 の会場、よいしょ、飛んでいきまして、次はこのね リスチの下に用があります。あのリスチ、あの飛び出すところあるじゃないですか、こう2マスよね、あそこにあるじゃないですか。それの左側、こっち側に建築をしていきます。よいしょ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 。ここまでね建築をしてきました。場所としてはこのね左側の上から4マス目、1234、ここまでねこうやって建築をしてください。でこうやってね4マス目まで建築したら、この4マス目の上、この4マス目と3マス目の間らへんにこうやってね GetXP っていうボタンがあるんですよ。これを押してください。そうするとね、またさっきの TETTUN って打ったところに戻ってきて、これでね経験値がもらえます。この経験値はあれかな、おそらくね1回ボタンを押せばこのマップにいる限り永遠と経験値がもらえる、このね放置で経験値がもらえるタイプのボタンだったかもしれない。なのでね、最悪フォートナイトやる時間がないんだけれどもレベル上げたいって方は、今のねこの 1V1 の感じにポーンってこれ飛んでって、ここのね4マス目にあるここのねボタンを押して、あとはもうフォートナイトをつけて放置しておくだけで勝手にねレベルが上がっていますので、ぜひともねそれをね試してみてください。さてお次紹介していきますか。次のね経験値の稼ぎ方をやるには、このねグラップラーを持ってってください。ここら辺にねいっぱい置いてあるんで持ってってください。でこのグラップラーを持って、このね左上に行ってください。この左上、マップの左上の方にこう飛んでいきます。でこのねグラップラーを使いまして、このね左上の方をこうやって登っていきます。よし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 。でこれね上までこう登っていって、よいしょ、ここで建築、このね上から1マス目のところで建築、床を建築してここに乗ってください。そうするとね、このね左上ここら辺にボタンがあるはず。あったあった、ほらフームっていうボタンがあるんで、これを押してください。よいしょ。そうするとね別空間にワープしていきます。ぐるっとあたりを見渡すとこんな感じですね。後ろになんか金庫の入り口か出口かみたいなところがあって、こっちに NPC がいてっていう感じなんですけど、一旦ね
この NPC を無視して、この左上の方に行ってください。このマップの端っこの方に行きまして、どこだっけ？あ、あったあった。このね、上にね、こうやって、Get XP っていうボタンがありますので、これを押してください。よいしょ。そうするとね、さっきね、TETTUN って言ったところに戻ってきて、これでね、経験値がもらえます。この経験値もね、放置で、永遠と経験値が入ってくるパターンなんで、あとはもうね、フォートナイトをつけておくだけで、もう無限に経験値が入ってくるわけでございますよ。で、お次の経験値の稼ぎ方なんですけれども、まあ、さっきと同じところ行ってください。まあもう次の経験値の稼ぎ方わかるよね。絶対にあの NPC だもんね。よいしょよいしょ。よいしょ。で、ここでもう一回同じようにボタンを押して、次はこのね、NPC の方に行きますと、ここにもね、XP のボタンがあるんですよ。これを押してください。そうすると、またここに戻ってきてね、これで、おら、すごい。めちゃくちゃに経験値がもらえる。さて、お次の経験値も紹介していきますか。お次はね、こうやってまた 1V1 の方行って、次はこの左下。左下にもね、ほら、なんかあるんですよ。キルゾンビーズっていうところがありまして、ここにね、ボタンがあるはず。ここボタンない。ほらほら、インタラクトっていうボタンがあるんで、これを押してください。そうすると、こうやってね、ゾンビがいっぱい出てくるんですよ。で、このゾンビを倒すかと思いきや、このね、エグジットって書いてあるところの、右側ここら辺にねボタンがあるんですよ。ほらシークレットっていうボタンがあります。これを押してください。待って、危ない危ない危ない、おっぷね。でこのボタンを押すとこれでねまた経験値がもらえます。そろそろもう1レベル上がるんじゃない。あ、上がったね。でもこのマップ紹介してるだけで2レベル上がってるね。びっくりびっくり。でね、次のね経験値の稼ぎ方紹介する前に、あのゾンビ倒したらなんかあんのかな。そう、海外の人はね別にねあのゾンビに何も触れてないんだよ。あ、待って、武器持ってくれよかった。いや、まあ1体くらい倒してみて、ゾンビを倒しても経験値が入んのかだけ試したい。よいしょ、いたら、えカモン、お前だ、補正の。よいしょ、経験値入る。あ、別に入んねえ。あ、別に入んねえ。あ、入んねえ。全然入んねえ。いってえし。あのゾンビはほっといていいね。はい、で、お次の経験値の稼ぎ方なんですけど、次はね、このリスチの中でできます。このさ、リスチの右の方にさ、上にこうやって52分、んたらかんたらとか、なんかこれ、カウントダウンがね、あると思うんですけど、ここの上に乗ってください。よいしょ、よいしょ、よいしょ、こうやってね、上に乗ってください。で、そうしましたら、このね、端っこの方にボタンがあるはず。ほらほら、こうやってね、シークレットルームっていうボタンがあるんですよ。これを押してください。そうするとね、何やら別の建物にワープしてきます。で、ここにワープしてきたらね、説明が難しいんで、この動画の通りやってほしいんですけど、こうやって2回行って、こっち行くんじゃなくて、このね、屋根裏の方にピョンって飛び乗ってって、この本棚の奥、このね、何もない謎の空間のところにボタンがあるんですよ。こっちだっけ？あれどこだっけ？どっかにボタンがある。あったあったあった。ここにね、ボタンがあるんですよ。場所をね、もう一回説明すると、と言ったらめんどくさいんですよ。こっからね、リスポーンしてきて、そのままね、こうやって階段を上がって、くるって向いて、この屋根裏の方、ピョンって行って、で、こっちの隅っこの方行って、この下。右下に、こうやってシークレット XP っていうボタンがあるんで、これを押してください。そうしますとね、またね、ここに戻ってきまして、これでね、経験値がもらえております。ほら、すごいすごい。もうめっちゃもらえるね。で、お次、次何個目だ ?1、2、3、4、5、6、7個目の経験値の稼ぎ方紹介していきます。よいしょ、こうやってね、また 1V1 の方飛んでいきまして、次はこの右端行ってください。もうね、このマップね、どこにでも経験値のボタンがあるよ。もう本当に。どこ行ってもある。で、この右端行きましたら、このね、下。よいしょよいしょ、この端っこのところに、あれここじゃない、あれどこだ、あれ右端のね、どっかにね、ボタンがあると思ったんだけど、ありり、あれここら辺にあると思ったんですけど、どこにあるんですかね。まあ、このね、右端の、ここのね、マスのね、どっかにね、ボタンがあるんで、探してください。なかったらごめん。たまにね、マップにもね、アップデが入りまして、ボタンがね、増えたり減ったりするんですよ。もしかしたら、だからこの右端のボタンはなくなっちゃったのかもしれない。ってなわけで、じゃあ違う経験値の稼ぎ方紹介していきますか。あとね、一個だけあるんですよ、経験値の稼ぎ方が。よいしょよいしょ。次はね、このね、右下行ってください。あそこがリスチリーなんですけど、リスチから見て、この右下。ここにね、ロープハントルームっていうのがあるんですよ。こん中入っていきましょう。よいしょ。こん中入っていきまして、まずここから入ってきたら、次は左のここにある扉入っていきまして、で、次そのまままっすぐ行って、間違えました。まっすぐじゃないですね、これ。これ左か。こっから入ったら、これ左行って、それでまっすぐ行って、で、ここのね、弾薬箱の横に、この、ね、緑の、なんなのこれ？緑のライトがあるんですけど、ここにね、シークレットっていうボタンがあります。ちょっとね、間違えちゃったんで、もう一回説明しますね。はい、まずね、ここに、プロップハントルームってあるじゃないですか。こん中入ってって、で、左にある、扉入って、で、もう一回左行って、次まっすぐ行って、ここですね。で、こうやってボタンあるんで、これを押すと、またさっきのところ、TETTUN って言ったところに戻ってきて、これで経験値がもらえます。と、まあ、今回紹介したい経験値のボタンは以上ですかね。ざっとね、まとめますと、まず1個目はこの車に乗るやつですね。車に乗って、
って、ここのね、緑の空間の中入ってって、この左端にボタン。で、二つ目がこのリスチ下の四マス目のところ。ここら辺にこうやってボタン。で、三つ目がグラップラーを持って、左上のとこ行って、あそこのね、上のところにボタン。四つ目もそうか。四つ目もあそこのね、NPC がいたんですけど、そこにボタン。で、五つ目がこのね、左下のこのゾンビのところ行って、で、右下のところにボタン。で、六つ目がリスチのところですね。リスチのあの上のところ。ここだね、ここ。ここのね、端っこ、ここら辺にボタンがあった。で、七つ目がこのさっき紹介した扉のところですね。以上、今回は七つだね、紹介させていただきました。なんかこれさ、バグでさ、ずっとこれゲット XP 出てんだけど、押せんのこれ。押せねえわ。なんでこれずっと出てんのここ。超激しいこいつ。でね、このね、七つ、ボタンを押すと、まあ、人によるんですけどね、もらえる経験値はね、アカウントによってちょっとバラつきがあるんで、確実なことは言えませんけど、僕はね、このね、紹介してる間だけで2レベル上がりました。なんならもう3レベル目上がりそうだよね。なのでね、このね、紹介した数十分の間に、まあ、16万から20万くらいの経験値がもらえたってわけですね。こんな風にね、めちゃくちゃに経験値がもらえるんで、ぜひとも皆さん試してみてください。あと、このね、左上に書いてあるんだけど、トラベル 8K とか、プレイ20民とか書いてあるじゃないですか。まあ、そこにね、書いてある通り、20分このマップで遊ぶとか、8000歩進むとかっていうのもクリアすると、ボーナスでね、経験値がもらえるんで、まあ、余裕がある方はね、そちらもね、試してみてください。はい、てなわけでね、このチャンネルではこのように、フォートナイトの攻略に役立つような情報を多めで動画を作っておりますので、よろしかったらね、チャンネル登録高評価通知のオンを押していただけると嬉しいです。モチベーションにつながります。ってなわけで今回はこの辺でバイバーイ。あ、鼻炎薬飲もう。